3、2、1 FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と解離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人は疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、はい、ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日が、5月の22 20? え、今日22だ22だ22日、はい、月曜日、はい、メンヘラジオ第35回の収録となっております。はい、はい、放送日自体はね、これを本放送で聞いてる方は、27日になるのか、あ、29日か、もう5月も終わりだね、そしたらね、うんうんうん、はい、29日月曜日、が35回の放送となっているんですけれども、はい、はい、つい、そうですね、つい最近昨日、おととい、あの、うん、土曜日18日ぐらいから沖縄は梅雨入りしまして、うん、うんうんうん、うんで、18、19とさ、雨すごかったね。雨がちょっと、19はそうでもないか、17、18か、17、18とちょっと雨が降ってて、うん、またちょっとなんか一旦、なんていうのかな、雨は降らないけれども、ちょっとじめっとした、うん、日が続いておりますけれども、さすがにね、こちら、うち、中村家としてもね、はい、クーラー我慢してたんだよね。我慢してた、うん、沖縄電力さんがね、4割上げるんか、電気料金を。本当？そうそうそう、それがあってね、ちょっと気にして、電気料金はね。そうね、みんな気にするね。そうそうそう、だからクーラーの使用を控えてたんですけども。我慢してる人多いんじゃないかな。さすがにちょっと、このジメッとした空気はね、ちょっと耐えられないっていうところで、うん、うちは猫も飼ってるんでね、にゃんこがいるから。彼らもね、ちょっと暑い時間、もうね、クーラーつけないで帰ってきた日ね、うん、床でペタンってなってんのよ。そう、それがちょっとかわいそうだからね、うん、まあクーラーつけて、まあ今日のね、収録もクーラーつけながらさせてもらってるんですけど、うん、クーラーは友達です。本日も短い時間ではございますが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、メンヘラトーク。いや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 。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもツイキャスもどんどん上げてください。お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、早速、ドクタースタンプあられちゃんからお茶とお団子がスランプな、ドクタースランプあられさんからお茶とお団子が差し入れされました。あられさんになってるから、ちょっと成長したあられちゃんかな、うん、ありがとうございます。はい、こうやって5月からね、ツイキャスも食べとるね、うん、5月からツイキャスも始めさせてもらってるんですけれども、はい、うん、俺たちがね、このツイキャスもね、うん、FM ギノワンさんのツイキャスアカウントを利用してではなくて、うん、FM ギノワンさんってね、FM ギノワンさんの本アカウントと、FM ギノワンセカンドっていうね、うん、サブアカウントって言ったらいいのかな、うん、それを用いて基本的には
ツイキャスの配信をされてるんですけれども、うん、まあ何て言うのかな、個人でツイキャスアカウント取ってもいいよって言ってたから、うんうんうん、なんかエホヨミギノアさんの借りるのもあれかなとなんとなく思って、ちょっとせっかくだからじゃあ個人で取ってみようかなと思って、で寂しい夜とかね、なっちゃんがね、うん、一人ツイキャスしゃべりとかお家でもできるようにね、うん、あ、これできるの？できるできる、お家でもできるよ。へー、今度やり方教えて。あ、教えます教えます、うん、なのでね、今夏美さんちょっと乗り気になったんで、夜中からギター弾こうぜ急になんていうのかな、こうやって収録の時の配信だけじゃなく、うん、なんかゲリラ的に夏美さんが一人しゃべりしてる配信とかも、もしかしたらきっとお送りすることがあるかもしれない、ね、できるかもね、やり方教えて、はい、放送機の方はぜひね、うちらの、メンヘラジオ、うん、ツイッターの方、アカウントの方でね、うん、ツイキャスのなんていうのかな、告知というか、うん、はい、してますんで、してますんで、よチェケラってやつ、はい、チェックしていただいて、ツイキャスの方にぜひご参加いただけたらと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。で、本日の、メンヘラトークですが、はい、あれなのよね、特になんかテーマを募集してなくて、うん、うん、というのもね、先週ちょっと忙しかったのよ。すっごい忙しかったね、うん、忙しかったんですよ。というのも、うん、僕ら去年の5月20日に入籍したんですね、うん、はい、はい、で先週の土曜日が、言うたら5月20日土曜日が結婚してちょうど1年の記念日、うん、その日にですね、実は結婚式の方をちょっとさせてもらいまして、はい、その準備やら、うん、その他ハッピーワンのね、ネクストステージのもろもろ、あるいは今助成金を申請している、うん、プレゼンの作ったりとか、うん、だとか、まあそれこそ結婚式の準備、もういろんなことを並行しつつやってたんですよ。そうそう、並行でね、並行してやってたから、ちょっと忙しくてなかなかトークテーマ募集できなかったんで、うん、まあちょうど先日の20日ね、うん、20日の今日はね、22日月曜日収録してるんですけれども、はい、20日土曜日に無事、式の方を終えることができまして、うんうんうん、そのことについてちょっとお話できたらなと思っておりますが、はい、結婚式は、いかがでしたか、夏美さん、はい、なんかすごい忙しかった、結婚式の最中も忙しかったですはいはいはい、うん、あ、ツイキャス来ました、なるそらさん、お疲れ様です、この度はおめでとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、なるそらさんもね、どうどう、ありがとうございます、さっきね、直接お声掛けもいただきまして。そうなの？そうよ、先ほどブースの前でおめでとうございます、はい、ナルトラさんです、ありがとうございます、はい、名前と顔が一致してないってやつ、うん、してなかった、ごめんなさい、いえいえいえ、でそれで、まあ、FM ギノワさんでね、こうやって番組を持たせていただいてるということで、うん、こうやってナルトラさんとも、知り合うことができたんですけれども、うん、まあ最もね、なんか FM ギノワでお世話になってるって言ったら、やっぱり山内社長、うんうん、あとはね、ハピアンのね、ベージチャーコロビーカフェ、うん、当初から多分なっちゃんもずっとお世話になってた、石坂まなみこのね、ちょっとなんかぜひ来ていただけたらなと思ってね、うん、うん、お声掛けしたら、そう、お誘いしたら来てくれたんですよ、はい、ありがたいことにお祝いに来てくださって、ありがとうございました、はい、本当に山内社長の方にはね、ちょっとしたスピーチもしていただいて、うん、はい、なんかもっと話したかったらしいけど、誰も聞いてなかったから早々に切り上げたっていうお話でした、はい、まあなんていうのかな、もともとなんていうのかな、プログラムにはちょっと入ってなかったんですけど、うん、司会者をお願いしてた友人がね、つかぽんさん、うん、この番組にもたびたびメッセージけど、夢はつかぽんさんがね、山内社長、はい、ぜひお願いしますって言ってアドリブでね、お願いしてくれて、無茶ぶり？まあ無茶ぶりといえば無茶ぶりなんだけど、でもね、山内社長ぐらい偉い人だったらどんな無茶ぶりにも対応できるよ。うん、そうだね、そうだね、そうよ、うんうんうん、はい、
天野社長はラジオもいっぱい出てるんで、じゃあ今度逆立ちしてって言ってみよう。いや、その無茶ぶりはおかしくないか違う、喋る方でプロなんだから言ったら、山田社長は喋る方の無茶ぶりは聞くけど、うん、逆立ちはさすがにできるかな、できるかな分からんけれども、まあでもこうやってね、なんか山田社長も含め、ハピアンでお世話になってたね所長並びに、うん、スタッフの皆さん、うん、でハピアンメンバー、ハピアンの利用者で、なっちゃんのね、お友達、夏美のお友達、うん、幼馴染、うん、親友も来てくれたし、うんうんうん、ケンタさんのお友達も来たし、まあ唯一一人ね、俺は、うん、なんていうのかな、俺はギャンブル依存症だから、これも言ったかな、スマホね、たびたび売ってからさ、うん、連絡先も知らんのよね、友人のほぼほぼ、うん、で唯一知ってるのがたまたまね、その入院中に、うん、同じ病棟に入院してきた中学の同級生、うん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 、そいつぐらいだけはね、携帯スマホの連絡先交換してたからさ、うんうん、彼は声かけることができて、うん、呼んだんですけれど、呼んだね、来てくれたね、うん、そうそうそう、彼づてに、ずてにね、うん、他に僕は少年野球と中学野球やってたんで、うん、その部活のなんていうのかな、チームメイトだったやつらが俺呼ばれてんけどみたいな、なんで呼んでないわみたいなあったみたいだけど、いや呼びようがないっちゅうねんっていうね携帯に連絡先入ってないんだもんね、そうそうそう、だからまあ渡るって言ってもうたけどまあいっか、いつかあいつもゲストで呼んで、ここでねしっかり目減らだからお話したいと思うけど、うん、しっかり目のな、そうそうそう、まあ彼づてにね、誘ってもよかったんだけれど、あんまりね会場がそこまで大きい会場でもなかったからね、うん、そう、何名来るかもさ、そうそうそう、でも直前までちょっと分からなくて、うん、もうバーンって跳ね上がるかって思ってたから、そう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 、うん、だからちょっとまあいいかなと思ったんだけど、うん、うん、でも何あれだ、その来てほしかった、もっと友達、いやなんか微妙なところだね、微妙なところ、なんていうのかな、俺がギャンブル依存症だってのは多分知ってるはずなんだけど、うん、ありとあらゆるメディアというかさ、メディア、新聞とかでもさ取材受けたし、あ、そうか、今はもうなんていうのかな、隠してないからね、オープンにしていろいろやってるから、うん、だから聞いてるとは思うんだけどね、うん、どういう顔して会えばいいのかっていうところは正直あるからさ、うん、まあ普通に話はするとは思うんだけど、うんうん、ただ同級生たちはね、親父の葬式の時来てくれたやつらは、直接なんていうのかな、その葬式に来てくれたことも感謝の言葉伝えられてないからね、うん、いつか再会できることをね、ちょっと、うん、があればいいなとは思ってるんですけれども、うんうん、まあでも良かったですよ、一人でも同級生が来てくれて、うん、そうだね、うんうんうん、はい、サッチーさんから、サッチーさんからツイート来てます、ツイキャスね、ツイキャス来てます、コメントね、こんばんみ、はい、こんばんみ、こんばんみ、改めておめでとうございます、あ、どうもありがとうございます、クラッカーがついてる、うん、嬉しい、うん、ありがとうございます、そう、なんとか1年、もともとね、本当は式挙げる予定なかったんですよ、うん、ね、まあね、うんうんうん、ただお世話になってると言いますか、うん、原義和ディレクター、フリーのテレビディレクターのどんどん名前出すね、なんかいいのよいいのよ、原さんはこっちに名前出して映像提供してくれたりしてたんだから、そっか、そうそうそう、だから原さんがね、ちょっとなんていうのかな、原さんの鶴の一声でね、この結婚式が決まったんだけど、うん、その言い出しっぺというか、僕らに、うん、なんていうのか、結婚式に踏み出す勇気をくれた原さんがね、残念ながらちょっと身内のね不幸があって、うん、残念ながら来れなかったんだけれども、うんうん、改めて原さんにもね、ちゃんとお礼というか、うん、何か連絡してお礼もしようと思います、うん、日を改めてね、なんかお食事とかで行けたらね、うんうん、いいかなと思ってるんですけれど、いい、ね、うん、うん、で、夏美さんもね、ドレス着たよね、着たよ、うん、ホワイトドレス、あ
いいよ、ホワイトドレスホワイトドレス、うん、白いドレス、うんうんうん、ホワイトドレス着たよ。あのお母さんがね、ワンピースをちょっとリメイクしてくれて、ね、そう、リメイクしてくれて、うんうん、なんせ私入らない。そうね、もうなかなかね、めっちゃわがままなボディが入らなかった。わがままボディが効いてるからね、うん、そうそうそう、あっちこっちわがまま言いまくってさ、そうそうそう、入らなかったからさ、あっちこっち探したんだけどね、なかなかなくて、でネットで注文しようにもね、そう、ネットって多分サイズがちょっと小さめのお店とかさ、なのかなとかが多くてさ、なんか来てから入らなかったら嫌じゃん。そうそう、せっかく何万、買ってさ、そう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 、ちょっと高めの洋服買って、うん、それが届いて、まあ、いざ試着、試着してしっくり来ないとかさ、入らないとかさ、入らないとかさ、その可能性が多いであるわけよ、夏美の場合。わがままボディだから、ちょっと気にしてね、そういうネットからこれ入るんじゃねみたいなのがあっても、そうそうそう、なかなか手を出せなかった、手を出せなかったの、ね、だから、うんうんうん、ワンピースを買って、うんうんうん、それをお母さんとリメイクして、うんうん、リボンつけたりとか、うんうん、そうそうそう、そういうのでやってなんとか、ね、ちょお色直し用の赤いワンピースもね、うん、そうそうそう、うん、着てね、赤いワンピース評判良かったね、花柄の、うんうん、そう、とっても評判良かったんよ、うんうんうん、よかったよかった、うん、よかった。まあとにかく、まあ、こんな感じでちょっと結婚式の話していきたいと思います。はい、あ、いやもう終わったんだよ。終わりなんだよ、結婚式の話。したいと思いますって言って。もうやがて終わるんだ。もう終わるんだ。はい。じゃあここからは、楽曲紹介の方をやりたいと思います。はい。はい、本日紹介いたしますのは、須田まさきさんで、はい、間違い探しです。はい、はい、お聴きください。あ見てるかな、あ、声出していいの、いいよ、見てくれてると思うよ、皆さん見てくれてる、うんうん、こんばんはって、はい、こんばんは、引き上げたよって、引き上げたよ引き上げたよ、そうそうそう、キラキラしてる指輪、はい、新しい指輪ね、指輪さ、指輪交換の時にさ、入らなかったんよ、ちょっとグッ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 、あとはもうよろしくお願いしますあとはもう自分でやっていただいてそうね、そうね、うん、そうそうそうあ、サッチーさん、サッチーさん、式あげれるだけいいですよ、旦那にフォトだけでも撮りたいって言ってるけど、なかなか実現できてないです、あー、そっか、あー、そっか、フォトだけでも撮りたい、うん、でもうちらも初めフォトだけぐらいに、そうそう、ね、フォトを撮りたいねって言ってたんだよね、二人でね、なんかドレス、うん、タキシード着て、うん、写真撮れればいいなとかって話してたんですけど、うん、それもなかなかね、うん、できなかったね、やっぱり なっちゃんがわがままボディだから、うん、痩せてから痩せてからみたいなところも多少あったし、うん、あ、そう、痩せる痩せる作業やってたわけよ、ずっとそれで、まあ、いざね、この今回の結婚式を機に、うん、一応第一スタジオ見に行ったんですよ、店名出さなくていいからスタジオ見に行ったでいいじゃん、あ、ごめんごめん、フォトスタジオ見に行って、うん、はなんかしっくりくるのがなかったんよね、しっくりくるのがな、うんうんうん、なんそれやっちゃったからもうおちゃくれたよお手つけて落ち着けて、はいありがとうございます、ゆうさん、さん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、お茶とお団子またおぐおぐしてわがままボディが育ちますだからよな、まあ、なっちゃんが痩せてからまたフォトスタジオは、うん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 、ね、いつかサッチーさんもね、フォトだけでも撮りたいって言ってるからね、うんうん、実現できたらいいね、それね、うんうんうん、ああ、祈っとくわそうね、うん、FM ギノアのこの場所から祈っとくわいや、そこはもう一旦お家でも祈ってある、お家でも祈っとく、お家でも祈っとくわ、サッチーさん、このブース限定で祈るってなんか、ね、なんかね、どういうつもりやねん、限定のね、なんかあれみたいだね、うん、いいんじゃないでしょうか、はい、はい、じゃあとりあえず楽紹介終わって、はい、エンディングに行きましょうか、はい、うん、いいな、はい、お聞きいただいているのは、須田まさきさんで間違い探し、はい、
はい、こちらの曲はですね、うん、テレビドラマ、うん、パーフェクトワールドの主題歌として歌われた楽曲で、うん、うちのおかこのドラマ見てたらしいのよ、うんうん、ほんでなんとなく、まあ、ドラマの流れでさ、やっぱエンディングで流れてたのかな、うん、聞いてからさ、めっちゃいい歌って思ったらしい、うん、ほんで誰が歌ってるのって見たら菅田将暉さんだったから、うん、この人俳優もやって歌もできるのって驚いたっていうエピソードを、うんうん、僕に話してくれたことがあって、うんうん、このなんていうのかな、間違い探しの、うん、歌詞がね、なんかなんとなく俺とリンクするのよ。僕もね、なんていうのかな、人生このなっちゃんに、夏美さんに出会うまでの間ってさ、やっぱり、うん、行くなって言われてるパチンコに行って怒られたりして、うん、であの時パチンコにこんだけお金を使ってなければとかさ、うん、いろいろもう間違ったことばっかりしてたのよね、うん、でどこにも何ていうのかな、後悔ばっかり、うん、後悔ばっかり、そうそうそう、なんでやっちゃったんだとか、そうそうそう思ってたわけね、うん、してて、まあでもそれがあってさ、まあ、結果自殺未遂までしてしまったんだけど、うん、この間違ったことばっかりしてきた俺だけど、それがなかったら多分夏美さんに会ってなかったから、うん、そこはまあ間違いばかりの人生だったけど良かったかなっていうのはあるよね、うんうん、それでこの曲をちょっと選ばせてもらいました。チョイスしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、エンディングに行きたいと思います。はい、メンヘラジオエンディングです。はい、エンディングです。はい、今日は、先日行われた僕らの結婚式のことについてちょろっとお話しさせていただきましたけれども、全然足りないね、時間ね。まあね、たくさんの人が来てくれてね、たくさんの人もうお祝いの言葉もすごくいただいたし、ブーゲトスもやったんだよ。ブーゲトス、ブーケトス。うん、友達がね、ジャンプしてキャッチしてくれたよ。あ、本当ね。うん、嬉しかった。ああ、楽しそうだったよ。楽しそうだった。ああ、よかったよかった。うちもね、親、うん、母親と、一番下の弟がお祝いに駆けつけてくれたんだけど、うん、残念、まあ残念といえば残念なんだけど、うん、まあめでたいことも重なってたからいいんだけど、妹はね、来る予定だったんだけど、うんうん、妊娠してそれを出産を果たして、うん、ちょっとやっぱり体調がね、出産したばっかりだったから、ごめん今回はっていうことでね、うんうんうん、で、うちの次男坊、僕のすぐ下の弟は名護に住んでるんですけれども、うん、あ、奥さんの方がね、ちょっとコロナの陽性が5類になってあれなんだけどね、コロナになっちゃったっていうところで、うんうんうん、今回参加見送らせてくださいっていう連絡があってね、うん、まあそこはしょうがないよね、しょうがないしょうがない、私の友達もそうだったし、もともとね、多分コロナのそれこそ真っ只中だったら結婚式なんてあげられなかったもんね、うん、きっとね、このタイミングが良かったんだろうね、うん、きっと良かった、ちょっと来れなかったこう残念だったけど、ね、また別の形でランチ行こうとか誘ってくれたりしてるから、うんうんうん、うん、あ、いたね、うん、他にもコロナでちょっと陽性になっちゃって来られませんっていうね、そう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 、うん、あったあった、うんうん、あったからね、そうそうそう、はい、サッチさんから、サッチさんから、はい、サッチがわがままボディなもんだから痩せてからねって言われたって旦那さんにわがままボディだから痩せてから太ろうねって言われてるんだ、うちと一緒、うちは嫁の方が言ってるんだけど、うちはね、嫁の方が痩せてからって言ってるんだけどね、そう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 、あ、じゃあ痩せてからでしょ、俺も痩せるよって言ってね、痩せないのよ、痩せてさ、そうなんよ、痩せるって言って、うん、痩せるって言った瞬間から太り出すわけよ、私ほんと、うんうんうん、だからさ、言わん方がいいと思ったさ痩せるって、痩せるって言わん方がいいのかも、あ、そう、人知れず始めればいいんだと思った、あ、そう、でも、うん、例えば私宣言したらダメだわ、あ、まあでも人によるんだろうな、なんか YouTube でとかでさ、うん、
ダイエット動画というかさ、うんうん、を撮り始めて痩せていったなんか沖縄出身の人とかいるじゃん。沖縄、すごいね。名前何だったかな、ルイボスさんだったかな。ルイボスさん、ルイボスさん、男性の方なんだけどね、その人はなんか130とか40とかあったのかな、うん、今はなんかもうムッキムキになってる。ダイエットに成功して、うん、イケメンになって。へー、そう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 、そうなんだ、うん。だから YouTube でなんか要は逃げ道をなくすじゃないけどさ、うん、あの自分を追い込むためにちょっと YouTube やっていったら、うんうんうん、結構登録者数も増えて応援してくれる人も増えていって自信を取り戻すようになったと、うんうん、そういう話をされてたね。追い込めばいいのかいや、メンタルがやられます、ね、メンタルがやられます、我々は追い込まない方がいいと思う。私たちメンタル優秀だから、はいはい。それでは本日のメンヘラジオ、今週のメンヘラジオはここ以外では開く。今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。こっちもパリン。今これ入ってるからな、これ押すまではこっちもパリンって、はい、いまいち理解ができてません。あきさん、お茶をだんご、ありがとうございます。これは上のさやつは、これは何だろうね。15の3、多分俺もツイキャスはこれが今回なんていうのかな、導入したから初めてなんだけど、うん、予想はね、3人に控えてるってこと。予想はね、16人訪問して今4人今見てますよっていうやつだはず。あ、一作さん、ありがとうございます。一作ちゃん来た。ありがとう、結婚パーティーおめでした。ありがとうございます。ありがとうね、来てくれたね。さっき一作さんたちのラジオも聞いてたよ、車で。聞いてた。途中まで。そうそうそう。なんかおかしいと思ったんだよな。そうそうそう。なんか2人の息が合ってないと思ったんだよ、空気が。そうそうそう、うん、別撮り、そうそう、なんか多分別撮りしてるんだろうなと思って。うん、もうありがとうございます本当に、うん、石作さんも今度ゲストで来てラジオそうね、ね、いいんじゃない石作さん。ほんで、あのなんていうの、クレさんも来たらいいね相方のね、2人で寝させてもらってね、うん、こんな感じだったよ結婚式見える？そうね、これ私の大好きな妹妹お前全世界に流していいの妹の許可もなしで大好きだから私が守る何かあっても私が守る。はい、これ切るの忘れてたよ。